皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。菅野直樹です。6月10日水曜日、今日も皆さんとお会いできて嬉しいです。今日は神と共に働こうという題でお話ししたいと思います。神様という方は全ての人が救われることを願っておられると聖書は語ります。で、それに対して全ての人に福音を伝えなさいというんですね。大きな教会を建てなさいとかね、なんか効率的にやりなさいって言ってんじゃないんですね。伝えなさい、言われた通りにやったらいいんです。ある人は伝道は難しいと考えます。しかし私たちの使命はただ伝えればいいんです。で、そこから先は神の領域です。神様にお任せしたらいい。つまり全部自分で悩んでやろうとしなくていい。神と共にパートナーを組んでやったらいい。で、それが分かんないとね、伝道の成果が出てる人が称えられて、そして成果が出てない人がね、軽んじられるってことがある。皆さん、成果は神のものです。ですから私たちは伝えること、そして力を合わせて伝道すること、それが大切です。マルコ16-20にこう書かれています。そこで彼らは出て行って、至るところで福音を述べ伝えた。主は彼らと共に働き、御言葉に伴う印を持って御言葉を確かなものとされた。神の領域にまで入らなくていいです。主と共に働いて、そして私たちは伝えていく、これが使命なんですね。皆さん、今日もイエス様を伝えていきましょう。荒れたこの地を見られ、天の父よ、憐れみたまえ主よ、罪を許したまえ、癒したまえ。となって崩れた祭壇、築き上げるとき偶像を癒される。御霊は来られる。リバイバル燃えるぞ。御霊の息吹いて、おう主の栄光に散る。その日にはこの地に主の御国素敵な一日になりますように。また明日お会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。ありがとうございました。